などをを常に総括的に総的把握し、改善策を検討すす。るる必要があると考えます基本方針の策定から半年が経過したことに鑑み早急な取り組みが必要と考えますが大臣の見解を伺います根本復興大臣、えー、子ども被災者支援を基本方針の関連施策については施策の所管省庁において適切に実施しているものと認識しておりますが 各施施策のの実施状況の把握は重要だと認識をしております。えー、そのため、復興庁において、えー、各施策の予算額を把握しているほか、適に所管省庁へのヒアリングや、被災者の声を聞くなどして、えー、状況の把握に努めているところであり、必要に応じて、えー、基本方針の見直しに反映させてまいりたいと思います。川田隆平君。 子ども被災者支援法第13条に基づく原発事故に伴う福島県外の子どもの健康調査と医療費の減免について伺います環境省は昨年秋から専門家会議を開催していますが 停戦量被爆を心配する被災者、市民団体からは会議の構成員が偏っているとの批判が起きていました。支援法の生みの親であり子ども被災者支援議員は様々なご意見を取りまとめ、2月に6名の有識者を推薦しましたが、まだ1人の人しかヒアリングをしていただいておりません。 他方、首都圏のホットスポットでは、政協などが基金を設立したり、独自に甲状腺検査を行う自治体が広がってきています、井上環境副大臣は、この春にはこの結論を得ると言っていましたが、有識者会議の結論はいつ頃になるのでしょうか。福島環境大臣政務官 川田委員にお答え申し上げます。あの、現在環境省にいたしましては、か健康管理のあり方に関する専門家会議を開催させていただきまして、国際的な知見や福島県の健康調査の結果等を踏まえまして、今後の住民の支援のあり方等について、専門家の視点から科学的に検討をしていただいているところでもございます。四月の二十四日にも開催をさせていただきましたけれども、現在五回開催をさせていただいておりまして、今後の支援のあり方等を検討するための基本となる、住民の被爆の占領の評価について、おおむね あの意見の集約が図れたところでもございます。今後多くの専門家のご意見をしっかりと伺った上で。できるだけ早い時期にしっかりと方向性を示していただきたいと思っているところでございます。川田隆栄君。えー、このぜひあの議連の推薦の有識者の意見も取り入れて。え、このしっかりと迅速な、え、この結論を得ていただきたいと思います。え、支援法の生みの親と責任としては、え、この議連では十三条に基づき。 被爆に起因する病気に対する医療費を国が負担する議員立法の検討を開始しています。2011年に公明党が新党改革と共同提出した健康調査法案、これもですね、再提出することも合わせて検討したいと考えております。政府も取り組みをぜひ競って強化していただきますようお願いいたします。それからまたこの文部省が 文科省が今年度に開始した福島県外への子供の保養プロジェクトへの補助事業についても十分に周知をされておりません。今月8日に福島県が開いた全国説明会には40人程度しか申し込みがなかったと聞いております。そこで復興庁に提案ですが、 子ども被災者支援法関連施策を網羅して、分かりやすく紹介したウェブサイトを作って、復興庁のトップページから直接リンクを貼り、発信力を強化すべきではないでしょうか、いかがでしょうか。復興庁統括官、岡本雅克君。子ども被災者支援法関連施策につきまして、えー、各施策を活用している観点から、 周知を図ることは御指摘のとおり重要だと考えております。現在、えー、復興庁のホームページでは、子ども被災者支援法基本方針で取りまとめられました施策を、えー、一括して見れるように公表しております。併せて昨年取りまとめました、えー、被災者支援施策パッケージ、大臣の下で作りましたパッケージも一覧表にしてホームページで公開をしております。より見やすくなるように検討を続けてまいります。川田隆平君。 この昨年7月にこの開始をしました、個人占領推定のための調査事業の中間結果が、10月から半年間も公表されていなかった件について伺います。茂木さん経産大臣は、心配をかけたことについては申し訳なかったと、4月18日に陳謝をされました。報道が先行し、調査結果の公表が4月18日と、4月1日に、 田村市への避難解除をした後になったことで、情報隠蔽の体質が変わっていないとの批判が起きています。ねざなぜ、なぜ計算式を先に決めてから測らなかったのでしょうか。なぜ運営飛行付近で丸投げしたのに、計算式が決まっていない段階で、10月に測定結果の中間報告を受けてしまったのでしょうか。これでは測定結果を見てから、計算式を決めたと批判されても仕方がないのではないでしょうか。 経産省いかがでしょうか。経済産業省地域経済産業審議官加藤雄一君、答え申し上げます、えー。先生ご指摘の調査の件でございますけれども、これはあの、えー、生活圏域に含まれると 見込まれます様々な試験地点におきまして人体模型に備え付けられました個人線量等による定点の測定というのを行った上でその測定値を活用した累計化した生活パターンごとの個人線量の推計というものを行ったものでございます。個人線量計によります定点の測定は先生から御指摘ございましたように昨年八から九月にかけて行われましたものを十月に 調査を依頼しました放射線医学総合研究所及び日本原子力研究開発機構から進捗状況のまとめとして定点の測定結果、今後の課題等につきまして中間報告という形で受け取ってございます。他方で個人線量計によります測定とは別に個人線量の推定を行うために必要な一般的生活パターンの類型化、 えー、あるいは職業類型別に行動場所の空間線量と滞在時間の組み合わせの設定につきましては推計方法等の検証をできるだけ詳細かつ正確に行うことは必要ということで、えー、その分時間をかけてしっかりと対応してきたということでございます。従いまして測定結果を受けて計算式を決めたというものではございませんで、 えー、今後あの、えー、説明したようなことも含めまして、丁寧に地元に対しまして、説明をしてまいりたいと考えてございます加藤隆英、加藤竜英君。はい、昨年の11月に、この原子力規制委員会が、被爆線量の評価方法を、従来の空間線量の推計値から、個人線量計による実測値に転換することを決め、田村市の避難解除が4月にも行われると見通した2月の時点で、3月中に公表する努力をすべきだったのではないでしょうか。 加藤陽一君。 4月1日に避難指示を解除いたしました田村市の宮古寺地区につきましては避難指示の解除に先立ちまして航空機モニタリングなどの空間放射線量のデータに加えまして特例的に宿泊しておられます住民の方々あるいは国の職員が測定をいたしました個人線量計のデータにつきましてその結果を適時取りまとめをいたしまして住民説明会の機会等を捉えて、まあ、情報提供をしてまいりました。今回実施いたしました調査はこうした空間の放射線量 量や個,人個人線量計の測定値に加えましてえ、職場環境の違いや年齢層の違いなどえ、生活パターンごとの個人線量を科学的に推計いたします。 ためにできる限り詳細かつ生活に行うということで実施したものでございます。4月18日の調査結果の公表につきましては、科学的に検証いたしました結果を正確に公表すべく取り組んだ結果でございまして、えー、そもそも何ヶ月で調査するとか、あるいは年度内、えー、とか、いつまでに公表するといった時間ありきで行ったものではございませんので、公表が遅れたということ、ということではございませんことをご理解いただければと存じます。あのいずれ しましても私のものといたしましては、放射線量に関します情報につきまして、できるかぎり迅速、正確に公表し、住民の方々に丁寧,丁寧に説明することが重要と考えてございますので、この点、今後一層徹底してまいりたいと考えているところでございます。加田 やっぱりこの中間結果が出てから、この計算式を当てはめるようでは、それを変えるようではですね、これはやっぱりこの疑われても仕方がないと思います。この大震災からの復興に関し、情報隠し隠蔽体質の批判をこれ以上浴びないように、復興大臣が司令塔として、各省庁で行われた調査結果で、未公表のものがないかどうか、この際点検すべきではないでしょうか。いかがでしょうか。復興大臣政務官、小泉進次郎君。 あのこの度のことで意図的に情報を隠した事実はないにもかかわらずそう取られてしまったことは大変残念だと思っております復興において的確な情報発信は必要でありそういった情報発信は現場を知らずして行うことはできないとそういった思いで根本大臣の指示のもと各政務できる限り現場に入るように努めてまいっています昨日も福島の 日本松に伺いまして浪江の馬場町長そして二本松市の新野市長とお会いをしてお話をさせていただきました特に新野市長からはリスクコミュニケーションの重要性そして最近まとめられましたこのリスクコミュニケーションの冊子を高く評価もいただき引き続きこういったことをしっかりやってほしいとそういったことも伺いましたこれれからも信信頼をされるような情報発信のあり方に 不断、えー、の努力をもって努めてまいりたいと思っております川田隆平君リスクコミュニケーションの前に正確な情報を住民に伝えるということをぜひやっていただきたいと思います昨年11月に原子力規制委員会の有識者会議が避難者への施策として相談員制度を提言しました身近な相談員のアドバイスを受けながら帰還か避難継続か移住を判断してもらうというものです 福島県の浜通り、中通りの40の自治体を対象に、今年度から始まっていますが、あまり多くの自治体から事業実施計画が上がっていないように聞いています。配布資料をご覧ください。配布資料の、この昨年11月の原子力規制委員会の期間に向けた安全、安心、 対策に関する基本的考え方においては、相談員の役割として、この中ほどに期間の選択をしない住民についても、相談を受け、放射線に対する不安や、生活再建に伴う不安の解消に資するとされていましたが、この2枚目の12月に閣議決定した文書では、この河川部分がすっぽりと抜け落ち、相談員制度は期間の選択をする住民を対象とするのみになっています。なぜ削除をしたのでしょうか。根本厚大臣。 えー、昨年12月に閣議決定した政府の指針。これにおいては、そもそも、早期帰還支援と新生活支援の両面で福島を支える。これを基本的な柱としております。その意味で、帰還しないと決めた住民への支援をし,援をしないということはありません。また、ご指摘の相談員制度についても、帰還を選択した人だけではなく、帰還しない人も、 を対象としておりますので、えー、対象外とするような意図は全くありません。で、現に、避難指示によって復興の遅れている地域の再生加速化のために、えー、今般創設した福島再生加速化交付金。この交付金においては、新規に立ち上げた36事業の一つとして、えー、相談員配置、育成事業を盛り込んでおりますが、当該事業で、 自治体に配置されている相談員が、対象市町村から避難して帰還しないと決めたの人の相談にも乗る制度となっておりますえ。引き続いて、そうした被災者の方、一人一人のご事情に応じた、丁寧な支援を進めてまいりたいと思います。金田隆平君。なぜ削除をしたのかということを聞いているんです。全然答弁になっていません。削除したのは事実です。 え、機関の選択を迫るという政府の意図を感じざるを得ません。え、加えてや相談員の研修事業を、電力会社や原発メーカーの幹部が役員を務める財団、原子力安全研究協会が行うことになったとの報道がありました。え、これでは放射線量を、この、これでは放射線量はもう問題ありませんよと、機関のありきの相談事業となり、ますます避難民からの信頼を失って、相談に来なくなってしまうではないでしょうか。 ニーズに応えられない制度であるならば、自治体が手を挙げないのも当然だと思いますが、いかがでしょうか。環境省環境保健部長、塚原太郎君。お答えします。昨年12月に閣議決定されました、原子力災害からの復興、福島復興の加速に向けてにおきまして、相談員の活動を支援する拠点の整備に関しましては、<laughs> 相談員の活動を科学的技術的な面から組織的かつ継続的に支援すること。相談員だけでは解決が困難な住民の方々の放射線による健康不安等の幅広いニーズにワンストップで対処できること。といった機能を有することとされております。このため、環境省といたしましては、この方針に沿いまして、相談員の研修事業等を行うための事業に関する公募を行い、一般競争入札におきまして、 えー、ただ今、委員ご指摘ありました公益,財法、えー、公益財団法人原子力安全研究協会が自宅をしたという経過でございます、えー、あくまでも公正な手続きで、えー、自宅をされたところでございますので、えー、またあの、この事業の、えー、対象は、えー、機関の有無にかかわらず支援をするということになっておりますので、えー、ご指摘の機関の有無を支援する制度にはならないというふうに考えております川田重平君。 この子ども被災者支援法が理念として掲げているように、帰還か避難継続か、移住か、どれを選択しても十分な相談支援が受けられるようにするのが政府の責任と考えますが、大臣の見解をおう一度伺います根本復興大臣。あの今もお答弁しましたが、福島再生加速化交付金における相談員制度。この制度は対象市町村から 避難している住民の方のところへ相談員が赴いて、放射線不安に対する相談を受けることができるようにするために制度設計をしております。あの、交付業工場もそれを否定していないし、自治体にもそのように説明をしております。あの、当該市町村から避難して帰らないと考えている方にも、ご当人のご希望があれば、相談員が応報して対応することは問題なく実施可能です。 戻りたい人、戻れない人、それぞれの状況に応じた支援を進めるということは政府の方針であり、ご指摘の点については、ご懸念には及びません。川田隆平君え。子ども被災者支援法支援議連が昨年申し入れた基本方針に関する施策についての要望意見を、被災者から組み上げる窓口について、現状はどうなっていますでしょうか。小泉復興大臣政務官。 あのご指摘の被災者の皆さんから意見をお伺いをするということは大変、えー、重要なことだと思っております、まあ、そういった考えのもと今復興庁の職員が今まで計84回、えー、集会に参加をして、えー、直接被災者の皆さんからお話をご意見を賜っているところでございます、えー、こういったことをさまざまな、えー、民間の団体とも協力をしながら どういった施策の充実を図ることができるか、これからも検討して、実行していきたいと思います川田隆平君ぜひその86回参加した、この官僚の役員の皆さんのぜひ、意見をぜひ政務官、 聞いていただきたいと思います。そして、この県外自主避難者等への情報支援事業、昨年度は3500万円で三菱総研と契約をしたそうですが、そのうち三菱総研へのオーバーヘッド分は4ヶ月で1500万円と聞いています。今年度も再び三菱総研が1億円で落札したそうですが、そのうち三菱総研の懐に入るのはいかがなのでしょうか。副校長統括官岡本正勝君。 ご指摘の事業は先般一般競争入札により株式会社三菱総合研究所を委託書、委託先として選定したところでございます。契約額は約九千万円でございます。そのうち三菱総研がどれだけ管理費として取るのか、あの、その残りは再委託先の NPO への委託費用でございますが、その二つに分けるかは、これからの三菱総研が各地域で NPO さんなどの受託事業者から見積もりを提出して、 その中からやりますので、金額は決まっておりません。川田隆平君。このもっと NPO に回す分を増やして、民間企業と NPO の給与格差を縮めることを検討してはいかがでしょうか。そうすれば手を挙げる NPO も増えると思いますが、いかがでしょうか。岡本正和君。今申し上げましたように、三菱総研はこれから各地域で採択者の募集をいたします。 それぞれの NPO から見積もり金額を出していただきまして、その中から、えー、事業内容等を含めて選定いたしますので、えー、必要な金額は支払えるものだと認識しております。川田隆平君。 この昨年の4カ所には東京都が含まれておりません。発行所に増える今年からは避難者の多い東京都も候補地としたようですが、今のところやりたい NPO が現れていないと聞いています。NPO が手を挙げないので相談窓口は作れません。復興庁の責任ではありませんということで済むのでしょうか。NPO から手が上がるのを待つまでもなく、復興庁がもっとお汗をかき知恵を出すべきではないでしょうか。いかがでしょうか。小泉復興大臣政務官。 あの川田先生ご指摘の東京ですけどもおっしゃるとおり今福島を抜かして46都道府県で4万8千人の方が全国に避難をされていますその中で東京に避難をされている方が6000名を超えていまして全国で最多の福島県からの避難者の方々がいる自治体とそういった中で東京都には福島県に限らず 被災地のの自治体にに対すする人的支援等本当に多くの支援援本当多くをやってていいただいております先ほど4カ所その事業をやっている4か所の中に東京が入っていないということですがこれからその候補として挙げられている15か所の中には東京も含まれておりますのでこれから先生のおっしゃる復興庁は受け身じゃなくねしっかりと汗をかけというそういった姿勢を持って。 これから NPO とも連携をして様々な施策を事実させていただき,いきたいと、そう考えております。川田隆英君。はい、ありがとうございます。ぜひよろしくお願いします。え次に、医療に関わる控除対象外消費税問題に関して財務大臣に伺います。 今回1.36%の診療報酬改定の上乗せが行われましたが、医療行為によって上乗せされているものとされていないものがあり、医者の患者の間のでも、この患者の間でも不公平がわかりにくい仕組みです。4月の消費物価が、消費者物価が前年比2.7%も上がっており、来年10%の引上げとなれば、経営危機器に陥る企業機関も出てくるのではないでしょうか。 診療報酬だけではなく、税制上の取り組みが不可欠と考えますが、財務大臣の所見を伺います麻生財務大臣。これはもうご存じのように、消費税が非課税とされております、社会保険診療におきましては、これは医療機関が医療品等々を、まあ、仕入れる際に支払います、消費税の話をしてられるんだと思いますが、これは診療報酬より適切に、 手当てをされていると、今回もプラスになっておりますし、そういった意味ではされておると、私どもはさよに考えております。また、4月からの消費税率の引き上げに際して、医療機関の実態調査というのをやらせていただきましたが、診療報酬において必要財源を確保するとと,ともに、初診料、再診料を引き上げておりますので、それによりまして、いわゆる できるだけ多くの医療機関の経営安定に貢献するように対応したものだと私どもはそのように承知をいたしております。いずれにてしましても、これは税制抜本改革におきまして、医療に関わる課税のあり方というものにつきましては、これは引き続き検討するということにされておりまして、これは与党の議論等々、これ状況を踏まえてく検討させていただかなければならんなと思いますが、これはから先てこれは ここに手をつけると他のところザーッといきますので、これなかなかここだけ触ればいいというのは簡単な話ではないということだけご記憶いただければと思います。川田隆平君。えー、ぜひあのこれはあの医療機関の控除対象外、消費税問題、負担問題はもったなしの状況ですので、えこの 来年、もし10%に上がってしまうということを考えると、その前に対策を打たなければいけないということだと思います。ぜひこれは与党の議論を待つだけではなく、この財務省としても、いつまでにと期限を区切って、問題の解決に当たっていただけると思いますが、財務大臣、ぜひこれ、あの、税制上の問題として考えていただけないでしょうか。財務省に聞きますと、これは医療の問題だから厚労省に言ってほしいと言われてしまうんですが、以前は財務省でも、この医療や、医療や介護保険 制度について財務省案になるものを作って世に出していたではないでしょうか、この中身の悪しは別ですけれども、財務省として検討するということはいかがでしょうか。麻生財務大臣 河原先生、私ら財務省とすると、なるべく安く上げたほうがいいに決まってますから、これは切られることになる確率の方が高くなるということも考えとかないかんですよ。こういうのは安易にそういうこと言っちゃ,だ言っちゃ言うと、これは厚生労働省なんかにしてみりゃもうちょ,ちょっと罰いと、財務省なんかやらしたら偉いことになりますと多分言ってくるんですよ。ちょっとそこのところは、ちょっと発言としてはよくよく注意されておかんといかんと思います。河田竜平君。 わかりました。ありがとうございます。ぜひこれは医療をしっかりと立て直すために、えこれからぜひ国を挙げてしっかり頑張っていただくようによろしくお願いいたします。ありがとうございました。和田政宗君えみんなの党の和田政宗でございます。え私は復興に関する諸問題について聞いてまいります。